山瀬一旦戻して野々村、さあ野々村からあっとこぼれたボールは浦和レッズ、ちょっとこれはトラップキスがありました。浦和レッズもう一度、これは中中中盤が入った、もうクロスをいつ上げるかというところで自分でシュートを打ちました。この辺り相手のディフェンスに対してのちょっとの隙を突くという意味では先ほどの田口にも